久保さんいやー光の速度ですねあっという間に年取るしあっという間に人生終わっちゃいますね今年も7月もう今年も7月ですよもうでオリンピック終わったらもうね冬冬ですよもう秋を越してそして、えー、年末ああ今年はみたいなね来年はみたいなねいや思うんすけど日に日にやっぱ年取ったなと、まあ、久保さんのね 若い時の動画、もう完全にちょっとね、あの、感動が出てきましたね、久保さんね。<laughs> 久保さんとセミナー、イリュージョン1。久保さんと一番最初にやったのは、イリュージョン1ですよね。で、その時の久保さんの顔と今の顔、やっぱね、風格が違いますね。早いですね。だから結局、その人生の中で、まあ、限られた人生の中で、何に時間を使うのかっていうのが、僕は一番重要だと思います。 うん、で、ここに気づけるか気づけないのか、久保さんは気づいてたと。まあ、前回の動画でね、久保さんが、その、障害賃金をね、どうやって稼ぐかと、早い段階で。だから、ここなんですよね。だから、ここをまず考えなければ、まず、あのー、普通に就職してっていう、何の疑い、疑いがないですよね。みんなが就職してるから就職して、毎日律儀に会社に出社する。 コロナの中でも満員電車で出社する、ね。緊急事態宣言が、あさ、まあ、定かの中、ツイッターでね、寿司詰め状態みたいなね。<laughs> あの、コロナだけど寿司詰め状態みたいな。満員電車です。変わりません。みたいなね。なんか一回なんかニュースやってましたけど。だからそこに気づかないと、俺これやっててもダメだな、みたいな。これね、あの、YouTuber の光カルも言ってましたけど、工場勤務してたのかな。 俺これやってても絶対無理やぞと。って気づいたんですよね。じゃあ気づいた後何するかっていうとあの単純に違うことをやるとですね単純に今やっていることでうーんそれが無理だと思ったら違う路線に切り替える違うことをやってみるっていうことなんですよ。で気づいた人もいるかもしれないですけど気づいても流してるんですよね。 だ今日 YouTube やってないんだったもし気づいてもね、今日 YouTube やってないんだったら、流れてましたね。うん。なんで気づいたらすぐやるっていうことですね。うん。これが本当に大事です。気づいたらすぐ違う、あの、ことをやってみる、学んでみる、やってみるっていうことをしない限り、多分新しい人生っていうのは一生切り開けないですし、まあ、あのー、あっちゅう間にね、人生終わっちゃいますから。 僕が生きてて一番の、まあ、直近で良かったなと思うことは、親がね、死ぬ前に、会社プレゼントできたっていうことですね。あと数年、あと3年ぐらいで親父70歳になりますけど、まあ、80で車プレゼントしても乗れないしね。多分。80じゃちょっときついと思いますけどね。うん、まあ、乗れるかどうかわかんないですけど。だから60代でプレゼントできたと。まあ、今ね、あの、 クレジットカードの明細見てるんですけどまあ僕ね親父にプレゼン車をプレゼントしただけでなくクレジットカードも ETC のカードも全部僕名義で渡してるんですよねでこれでガソリン入れてとでガソリンとあと ETC のカードの明細も出てくるんですけどまあいろんなとこ行ってますよ <laughs> い<ろん>な <laughs> お結構 ETC 使ってんなーみたいなね <laughs> そう。<laughs> でもね、80になって病院のとこでね、いろんなとこ、車で入れない、行けないですよ。思い出作れないですよ。だから、それが最後の思い出作りっていうところで、まあ、あと死ぬだけじゃないですか、ぶっちゃけ。あと10年、20年で。あと何年生きるか分かんないですけど。うん。なんか、うちの母ちゃんの、母ちゃんは、まあ、おばあちゃんですよね。なんと、今年100歳らしいんですけどね。100歳みたいな。僕、あの、し、もし、お亡くなりになったと思ったんですけど、<laughs> おばあちゃんね。 もう全然会ってないんで、まあ、北海道だし、まあ、僕生まれ北海道なんですけど、この前実家帰った時に、うち、100歳になるんだよ、とマジかみたいな。生きてたら、みたいなね。うちの父ちゃんのおじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さんはもう死んでるんですよね。で、うちの母ちゃんのお,あのお父さんは死んで、で、おばあちゃん、今、まあ、お母さんは生きてると。でもう100歳になると。すごいですね。<laughs> 100歳かみたいな。ね、身内に100歳の、 人がいるってすごい、すごいなと思いますけど。まあ、うちの父ちゃん、母ちゃんがどこまで生きるか分かんないですけどね。生きたとしても、まあ、車が運転できるのは、まあ、限られてますので、あともう。うん。だそれが本当に良かったなと、僕は、本当に思いますね。だから、もし僕が普通に働いてたら、多分、BMW の300万の車を親にプレゼントして、なおかつ、クレジットカード全部渡して、 えー、保,保険も全部僕持ちで、車検も僕持ちで、あの全部とりあえずタダで乗れるぞっていう環境を作ってあげてね、もう自由に好きなように思い出作れというのはできなかったと思います。うん、だってガソリン代でも2、3万、まあ、ETC も入れると2、3万ですからね、だってサラリーマンのお小遣いって3万とか言われてますけど、もう親の,そのガソリンと ETC で3万以上、僕抜かれてるわけですけど。<laughs> ね で、あと保険も結構高かったですけど、まあそのディーラーさんでお願いしたんで、あの3年契約、3年契約で30万ぐらいか。うん。で、まあ,あのネットだったらもっと安くなったと思いますけどね。ただ最初は、まあ、ディーラーにお願いしたんで30万ぐらいですよ。とか、あと車検代もねかかるだろうし、もうそれ全部僕持ちだし。まあそれは多分できなかったですね。それは。 うん、結局その車をプレゼントするってことは車の所有にお金かかるので負担かけちゃうじゃないですか逆にね。車検だ親だったりとかガソリンだ親だったりとか全部親だったら結局車をプレゼントしたけどその後のコストがかかりますから,だからそ,のそのコストも全部僕持ちっていうんでそれもできたっていうのはまあ今このうんなんネットビジネスをやってたからかなと思いますけどねもしこれ普通に働いてたら多分無理だと思います本当に うんまあ、自分の生活でいっぱいいっぱいだと思いますし、うん、やっぱ何を選択するのかっていうのはね、一番大事じゃないかなと思いますね。まあ本当歩いては月に行けないということでございますよ。久保さんのおっしゃる通り、行ってらっしゃい。